サントメールの戦いは、1340年にフランス北部のサントメールで起こったフランス王国軍とイングランド王国フランドル伯連合軍の戦いである。百年戦争初期のイングランド軍の大規模軍事行動に伴って起きた衝突でフランス軍が勝利した。イングランド軍の敗北により戦線はしばし膠着状態に陥ることになる。フランドルは11世紀頃からイングランドから輸入した羊毛で作る毛織物産業で栄え、イングランドと関係が深かった。フランス王国がその富を求めて、フランドルに侵攻した際には、イングランドと同盟して対抗し、一度フランスに併合されてからも反乱を起こして、金伯舎の戦いで、フランス軍を破り、独立を勝ち取った。1323年に、フランドル伯ルイ一世が、親フランス路線に転換すると、フランドル諸都市が蜂起して、フランドル伯を追放し、フランスに鎮圧されて、フランドル伯が戻るまで5年間反乱が続いた。百年戦争に至る英仏間の関係悪化に伴い、1336年にイングランド王エドワード3世がフランスへの羊毛輸出禁止に踏み切り、フランドル経済は大打撃を受けた。1337年には、フランドルの中心都市ヘントの政治家、ヤコブ・バン・アルテヴェルデの指導で諸都市連合が反乱を起こして、フランドル伯を追放し、エドワード3世に忠誠を誓った。イングランドは、羊毛の供給と引き換えに、フランス侵攻の共闘歩になることをフランドルに持ちかけ、アルテヴェルデは同意した。エドワード3世は1340年に、フランス侵攻のため上陸した際に、アルテヴェルデに対して、フランドル兵15,000人を要求した。この過大な要求に驚いたアルテヴェルデだったが、なんとか10,000人をかき集めて参陣した。スロイスの海戦で大勝し勢いに乗るエドワード3世は、アルトワ伯の継承争いで、フランス王と対立して、謀反人として追われた、ロベール3世ダルトワに命じて、アルトワに結集したイングランド兵1000、フランドル兵10,000を率いて、寄港を行わせた。フランス軍を海戦に引きずり出し、要塞化されたサントメールを攻略するのが狙いだった。イングランドの動きを察知していたフランス側はアルトワの城塞などの防備を強化し兵を集めた。7月までにフランス王フィリップ6世は25,000人の兵を結集し防衛力を増強したサントメールやトゥルネーに配置した。ロベールが攻撃目標を隠そうともせずサントメールに直行したため、フィリップ6世は、ブルゴーニュ公ウード4世に、数千の兵を率いて、防衛に向かわせ、1週間後にさらに、アルマニャック伯ジャン1世の部隊を送り込んだ。両将は、町の防備を固め、住民を避難させた上で郊外を破壊して、城壁を強化した。ロベールは、検討地以外にも、サントメールに近づきさえすれば、城内のフランドル派住民の手引きで、町は、落ちると思い込んでいた。当てが外れても進軍を続け、7月25日に町の東側に布陣した。ところが、背後にフィリップ6世率いるフランス軍が迫っているとの知らせが届き、攻撃を恐れたロベールは、町の周囲に配置した軍を一旦引き上げて、敵の面前に布陣し、わざと隙を見せて攻撃を誘った。中央にイングランド長級兵、左翼にイーペルやモンスの兵、右翼にブルッヘの兵を置き、後衛にフランドルの混成軍を配置した。ブルゴーニュ公とアルマニャック伯は、ロベールの誘いに乗らず、本隊を待つことにしたが、巧妙に流行るフランス騎士の一団が命令を無視して、イングランド・フランドル軍の左翼に突撃した。この攻撃は失敗したが、退却するフランス騎士をイープルフ兵が追撃したため乱戦となった。ブルゴーニュ公とアルマニャック伯は、城壁からこれを見ると、各400余騎を率いて、連合軍の側面を攻撃した。アルマニャック伯の部隊は左翼を撃破すると、後衛のフランドル軍宿営地に襲いかかって逃げ惑う、敵兵を殺戮し、物資を略奪して暴徒化した。一方、中央のイングランド兵と右翼のブルッヘ兵は、後輩の惨劇を知らず、ブルゴーニュ公の部隊の攻撃を持ちこたえて、数に劣る敵を、町まで押し戻した。日が暮れたため、アルマニャック伯とロベールの軍は、それぞれの陣に引き上げたが、両軍とも同じ道を使ったため、暗闇の中そこかしこで小競り合いが起こった。翌朝、アルマニャック伯の攻撃で自陣が壊滅していることを知ったロベールは、フランス軍本隊に退路を断たれる前に、エドワード3世のもとへ退却した。フランドル兵8000人が戦死し、その犠牲のほとんどは、後方の陣地にいた訓練不足の兵だった。フランス軍の犠牲は一握りだった。英仏両軍の主力は温存され、戦況にも大きな変化はなかったが、短期的にいくつか影響があった。イングランド軍中のフランドル兵の士気が崩壊し、報酬の支払いをめぐって両者に亀裂が走った。多くのフランドル兵が戦死して、無防備となった南フランドル地方は、フランス騎兵に蹂躙され、イングランド軍の士気低下と補給難を招いた。兵の損耗が激しかったイープルやブルッヘといった都市や、ヘントの一部市民は、フランスとの和平交渉をはじめ、北フランス侵攻を描いていた、エドワード3世の戦略に狂いが生じることになった。ありがとうございます。